戻りながらじゃあ聞きます。東京最初到着です。あ、もしもし。はい。あ、すいません。ちょっと教えてくださいね。はい。今日のあの夕方17時ぐらいに、はい。名東区のあの公園というところですね。はい。そこであの猫がなんか3匹か4匹亡くなってたみたいな、殺されたみたいな感じで。はい。でそれにですね、はい、現場に来た警官がですね。はい。なんかあの猫を連れてって、なんか環境衛生局で処分するとかって言ってたんですけど、はい、はい、そんな1件に3匹も4匹も死んでたら、その事件性があると思うんですね。はい、現場の人もその世話してた人も、これはおかしいって言って、猫がその水に投げ込まれて死んでるのにね、はい、で事件性があるのに、警察はそんな死体を何もしないで、ゴミ処理に持ってくのかっていうことがですね、今ちょっと身内の方でそういう意見がありましてですね。はい、ちょっと僕電話してみたんですけども、まあ実はそれがどう なるか。いやいや、だからそのゴミへですね、環境衛生の方で、ゴミ処理するとかあるじゃないですか。はい。そこへ持ってったらもう証拠がなくなっちゃうじゃないですか。はい。でもいっぺんにその4匹も池の中投げ込まれてたら、その動物愛護法違反の可能性が否めないじゃないですか、それは。でその名古屋市の税金を使ってですね、世話してるんです、その猫たちは。はい。でそういう猫をですね、死んでるからって言って、その環境衛生局を持って行って焼いちゃったらですね、その殺されたのか何されたのかよくわからなくなる。それどうなっちゃってるんですか。まあとりあえずこういうことが起きたってことは記録化されとって、まあ先ほどお客様が申し上げられた猫の要は死体の関係、亡くなっちゃった関係は、やっぱそういう解剖とかそういうことまではしないもんですよね。いや、それはしないもんでって、警察それやらなきゃいけないでしょ。そんないっぺんに池でですね、それただですね、体調とかもそういうの見受けられないということで、そういうことになったということですので、いや、はい、お宅ね、外傷見えないって、それまず毒殺されて池に放り込まれてたらどうするんですか。外傷ないじゃないですか。そんな警察って単純で簡単なんですか。ですので、ただそこそこまでしないっていうのは誰が言ってるんですか、それは。ですので、いやいや、だからそれ、ちょっと待って、月曜日に俺、はい、県警に行ってくるから、その、はい、そこまでしないっていうのはそれ誰が言ってるんですか。あ、対応した警察官の係と、その係というか、どなたです、何かの、地域課ですか。電話切り替えますね、そのまま。はいはい、はい、はい、分かりました。名東署の地域課の小西と申します。あ、もしもしですか。うん、だけどその先ほど申し上げたように、解剖云々というところまではですね、そこまではちょっと今いや、解剖しなくてもその血液取ったら分かるでしょ、毒物があるかどうかっていうのは。ただいや、もう燃やしたんですか。いやいや、環境事業所の方に持っていきました。あ、そうなんですか。はい。ちょっとそれ待ってもらっていいですか。だからそれ持っていくのは構わないですけど、知識がなくてそれは構わないですけど、じゃあそれ持って帰ってくださいよ。持って帰る。いや、持って帰るじゃなくて取りに行ってくださいよ。で持ってるそれを保管じゃないですか。警察で保管するってことですか。そうですよ。当たり前じゃないですか、そんなの。いや、だって事件性あるじゃないですか、4匹もそこで死んでたら。だってその可能性はないとは言いませんよ、私も。うん、可能性ありすぎますよ、そんなの。猫は好きで水に入らないですよ、こんなに。まあ、それはそうですね。去年ですね、動物愛護法って厳罰化されてるんですよ。はい、はい。厳罰化されてるってことは、はい。500万の5年だったかな、懲役が。でこれ厳罰化されてるっていうのは、それは市司法が、警察司法がそういうふうに求めてるってことじゃないですか。はい。結局のところ、それで4匹死んでて知りまへんでっていうのは、いや、知りまへんでではなくてですね、これ、あれですよ、知りまへんっていうのは、うん、結局それで燃やしちゃったら、これ週刊誌のネタにならないですか。いや、週刊誌のネタにはならんと思いますよ、ね。いや、今世間そんな風です。いや、そうかな。いや、でも、簡単な話、だからその、環境衛生局、局に、なんか張り紙するとか、燃やさないでくれとか言うか、それか、その、掘り起こすか、
どっちかですね、多分できる。で、とりあえず今、掘り起こそうという方向で動いてます。あ、そうですか。で、はい、場所わかるんですか？で、あの、現場行った警察官が、その通報者と人と、ここ、なんか土が盛り上がっとったところがあったそうですので。立ち合いいりますか、明日。いや、今からもやります、もう。あ、そうですか。ええ。わかりました。もしわからんかったら、もう、今日通報していただいた方に電話しようかなと思って。110番していただいた方が、私埋めましたよっていう方がいらっしゃって。ああ、そうですね。で、その方にちょっと来てもらおうかなと思って。あ、そうですね。そのようでお願いします。感謝します。はい。ちょっと調べて、ね、後にですね、これ何匹も死んでるらしいんで、ちょっと捜査というかですね、警戒してください。はい、わかりました。もし横たわっててもわかんないよね、うん、ほんでここに入ってあんまり入ってほしくないみたいで、そこにトントントン自然のものが見られたり、うん、そうそう、それはわかるとなんでこっちの方が出たの。あー、殺されてます。それだ、黒白、黒白。出てこない人じゃない？そう。これ警察に言った方がいいですね。これじゃ分かんないわけだ、こんなとこで死んでたら。ちょっとこれ警察電話しましょう、今してちょっとこれ本当分かんないよ、これでは。これ骨出てますね。いや、私あれつついたのはね、カラスだと思う。ああ、なるほどね。うん、そうですね、うん、これじゃ分かんないよ、これ、はい。これずっと、うん、これ臭くない？これずっと土だもんで、うん、ね、ちょっとなんかおかしいなと思うだけど。あ、違うわ。下はこれ、うん、でも何のためにここがこれになっとるか。いや、でもやっぱりほじろ納得いくまでほじろ。もうそれはほら、なんか精神状態がおかしくなってきて。ダメですよ、そういう弱いことを言っとって。うん、ねえ、しっかりしないかんね。いいように考えないと、うん、しっかりしないかん。そんな今から長くやってかなあかんのに、こんなこといっぱい出てとるよ、うん、僕呼ばれたような感じだったよ、今。本当に、ね、本当だね、うん、だって私34年やっとるのかな、うん。違うか、あれ。でも掘れますね。ちょこっと埋めた。それにしてもそんな土が出て、石が出てくるはずですけどね。あの家があるみたいな子で、あの子は。うん、おかしい。新しい何か。カスガイのとこで。本当はビニールが出てきた。あんまり痛くないんだけど。あ、これ。うん。あっちいいの。いやだ。ただビニールだけかもしれんじゃん。なんか草が生えてないって。出てきた。あ、これ出てきた。何？出てきた。何が？マットって、ちょっとマット。埋めてあるんだ。埋めたんだよ。こんな汗やな。だからまだ 何匹増えるのって感じ。誰かが亡くなって埋めたってこと。新しい土がおかしいんだ。うん、そうなんだ。殺した人は埋めないよね。うん、殺した人は埋めないですよ。え、この子足の悪い子じゃないの？足の悪い子、白黒だったでしょ、この子。
これちょっと調べただけでこうやって発見したもんで、ちょっとまだいっぱいいると思うんですけど、広域的に捜査地か、まあ、調べれば多分もっと、そうですね。なんでごめんなさい、もう変な話、もうここまで出れば、うん、もうこれ以上増えようが増えまいが、うん、変な話も事件性が、事件性はあるので、ごめんなさい、これを事件として扱うどうかっていうレベルじゃもうないもんですから、はい、そうですか、はい、ありがとうございます。じゃあ一応もう実験ありっていう方向で、もちろんそれで、あ、やってみますか。そのために鑑定も、あ、そうですか、ちゃんとお医者さん出してっていうので、じゃあよかった、はい、ありがとうございます。池で 4つはなかなかないですからね。ないですよね、うん、そうそう、誰かおまわりさん言ったよ、喧嘩して池に飛び込んだかもしれん、そんなことありえるか。